九州豪雨による大分県内の被害額は道路や河川など3000カ所以上で総額206億円を超えることが分かりました。大分県の調査では河川や道路など土木関係で162億6000万円余り、農林水産関係でおよそ41億円など、被害総額は206億8000万円余りとなりました。面的な広がりが大きかったのかなと、農地、林地、漁場まで入っています。また広瀬勝貞知事は復旧事業として10億7400万円余りの補正予算を自ら確保しました。住宅の応急修理などの救助対策費や観光業の PR 対策などに充てるとしています。